はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。4時40分になろうとしますね。10月は5日の土曜日でございます。さて、毎日ですね、中国の経済が大変やというニュース記事を取り上げてるんですけどもですね、相当傷んでますね。それもさっきレストランチェーンが一晩で閉店になったという話を取り上げたんですけども、今度はですね、航空会社でございまして、こんな記事が出ています。大起源です。中国の大型連休、国内航空運賃急落、半額どころか 90% 引きの路線もということでですね、まあこういう感じです。中国では1日から7日まで10.1連休に伴う大型連休が始まった。今真っ最中ですね。あさってまでだそうでございまして、しかし今年は連休開始前から国内航空券の価格が急落しており、半額以下どころか 90% 引きの路線も出てきている。この事態を受け、値下げ前の料金ですでにチケットを購入してしまった一部の市民は大損したと大騒ぎしている。しかし差額を返金しろ、高く買っちゃったチケットをキャンセルにして安い値段で買い直すといった要求は航空会社から一切相手にされていないのが現状だ。一方、どんなに値下げになっても自分には関係ない、だって旅行するだけの余裕がないのだからと嘆く声も少なくないと。まあ以下続くんですけど、今日はですね、観光地景勝地の、ね、トイレで寝泊まりというか一泊する人の話とかが最初に取り上げて、さっきはですね、レストランが一晩で閉店したと、レストランチェーンが、ね、取り上げました。で、今度はですね、航空券9割引きという話ですね。まあ、あかんやんという世界ですね。この国慶節の連休って、まあ、中国で多分年に2回あるんですけど、大きなのがですね、5月1日のメーデーからの連休ですね、とこの国慶節と、もう1回あったな、お正月、旧正月って3回あるのかな、そしたら。で、そのたんびにですね、十何億人が動いたとかと言うてるんですけど、それあくまでも当局の発表なんですね。今回は19億人が動くっていうわけですけども、こういう計算なんですよ。9億人が行って帰ったらですね、それで19プラス18になるんですね。その計算で19億と言うてるんでしょうけどもですね、それは大きなですね、あれですね、乗せすぎですね、盛りすぎでございます。そんな絶対19億人も動いていないです。いつも言う通り、中国ってね、半分ぐらいはまだなんとか機能してるんですよ、正常に近い状態で。でも残りの半分ぐちゃぐちゃなんですね。で、中国って人口が14億って言ってますけど、実際は13億切るぐらいだと思うんですね。仮に12億やとするとですね、6億人ぐらいはですね、普通なんですよ。なんで旅行することができるんですけども、そのうちの5億人がですね、旅行したとしたらですね、行って帰って10億でしょ。決して19億なんていう人が動くわけないんですよ。でもですね、中国の政府はですね、その中国が不景気ということを認めるわけにはいかない、普段通りやというふうにあくまでも言うてるわけですよ。で、だって 5% の成長すると言うてるわけですよ。なわけないのに。というとですね、19億やって、まあ大体倍にするんでしょうね。だから半分やと思うときはいいわけですから、9.5億人ぐらい動いてると。9.5億ぐらい動いてるということは、大体5億ぐらいの人が動いてると。いう感じではないでしょうかね。まあ、それでも大きな動きですよね。だから航空会社なんかは、その当局の指導に従ってですね、便を増発したんでしょうね。増発したところがチケットが売れないからですね、最初は半額にしてですね、あかんあかんと、な空気運ぶよりもええやんええやんと言って、9割引きにしたということですね。その中国人ってね、そんな僕ら以上に、こう、価格的な面には敏感なんですよ。だから騒ぐんですよ。お前らなんでって、俺が1枚で買うたチケットお前1000円で売ってるやろみたいな、1枚払い戻せって言うわけですけど、まあそれは応じないと。まあ日本の場合、正規料金に買ってればですね、払い戻しになりますけどね。まあ、それはええとしましてですね、もうね、なんと言いますか、もういろんな面で末期症状ですよ、中国って。いろんな面で末期症状で、それをなんとかですね、中国は何が便利かというと、情報統制ができるということですね。
こんな9割引きになってるみたいなこともですね、中国のメディアは一切報じないと思います。仮に報じたらですね、そのメディアはお咎めを受けますね。だからそんな都合の悪そうなニュースは一切報道しないんでですね、中国人自体はですね、その例えば私がいつも言ってます、半分ぐらいは正常に近い状態で動いてるわけでして、その半分に属してる人はですね、今自分たちの国がどうなってるかということについて、私らよりも理解が薄いんちゃうかなという気はしますね。なんかざわざわしてる感じはするけどなーっていう感じで、あんまりね、人間っていうのはね、こう見たくないものは見ないでしょ。自分たちの国が崩れかかってるなんていうことをですね、こう正視したくないわけですよ。少なくとも俺の生活は大丈夫やと、まあ多少収入減ったけどなんとかやってるぐらいの人はですね、まさか自分のこの社会がガラガラと崩れていくというような現象をですね、見たくないし、そうは思いたくないわけですね。だからなるべく普通に過ごそうとする。いつもこの季節は旅行に行ってたんやったら旅行に行こうとするわけですね。まあだからですね、動いてる人もいるということですね。で、彼らは情報を得ようにも得られませんいや得られるんですよ、本当はやろうと思えば。だって海外にいる僕たちがこれを知ってるわけでしょ。彼らがそれをこう知れない方法は、知れないはずはないんですよ。だから方法を駆使してですね、外国のメディアの情報を見ればですね、見れるはずなんですよ。でもそれをあえてしないというか、まあそうですね、しない人の方が大半でしょうね。それでそれをね、彼に知って仲間にこう喋りまくってたらするでしょ。そのうちいなくなりますからね。そうするとあんたちょっとおいでって言われて、はーいって言ったらもう帰ってこれないという状況になりますんでですね、まあ非常にこう共産党一党独裁ならではの情報統制がですね、まあ変な言い方をすると社会のですね、崩壊をかろうじて防いでるんちゃうかな。日本で同じようなことが起こっていたらもう ほぼ崩壊してますよ。崩壊というかもうむっちゃもっともっと大きな混乱になってるんちゃいますかね。まあおそらく今中国のね、失業率ってね、日本風のカウントをすればですね、10%から20%ぐらいいってるんちゃうかなという気がします。そんなもうむちゃくちゃでしょ。日本ってものすごい悪い時でも 5.何%なんですよ、失業率がそれが 10% とかっていうともう社会崩壊ですよ、はっきり言って。それがでも今の中国なんですね。もう実質的に崩壊状態なんだけども、共産党一党独裁だからこそなんとかですね、まあ安定しているように見えるというだけで、まあ端々は崩壊していますね。で、こういうところにもその一端が現れています。貼っておきましょう、この大紀元、ですね、中国の大型連休、国内航空運賃急落、半額どころか9割引きもというタイトルの記事でございます。はい、皆さんどうもありがとうございました。